まず中町代表、まず中町の皆さんはご参拝ください。次に東神話会、東神話会の皆さんは代表に合わせてご参拝ください。次に新入会代表、
がとうございました。ありがとうございました。2回目のご挨拶をお願いします。それでは今日はですね、議員の先生方も大勢さん来ていらっしゃいますので、まず先生方前に出て行ってください。見えるところに神社与党も野党もございませんので、皆さん一緒に出てまいります。ということで以上を代表しまして、衆議院議員の鈴木啓介先生にお願いします。よろしくお願いします。本当に素晴らしい熱い見合いを見させていただきました。本当にありがとうございます。そしてお疲れ様でございます。今日こちらにお招きをいただいております議員の先生の私の方からご紹介をさせていただきます。ではこちらから島村忠司県会議員です。で畑野静雄市会議員です。酒井誠司会議員です。光は玉江県会議員です。大山翔司市会議員です。中谷一馬県会議員です。本日誠におめでとうございます。我々しっかりこの大津島のためにこれからも頑張ってまいります。誠におめでとうございました。それではありがとうございました。以上で見合い式を終了。